去年9月、裾野市民文化センターの大ホールでスプリンクラーが突然作動し、焼津市の楽団シンフォニエッタ静岡の楽器などが水浸しになりました。裾野市が設置した事故調査委員会は6月、原因は特定できないとする最終報告を市に提出していました。これに対し楽団は今日会見を開き、事故調査委員会は真摯な姿勢で調査に臨んでいない、原因究明を放棄していると批判しました。そんなにまでしてどうして、事故の責任から逃れないきゃいけないのか、どうしてそんなに逃げようとするのかということがわからない。また楽団側は配管の漏水量について事故調査委員会と楽団などの調査結果が大きく異なると指摘、事故調査委員会の結果のみを最終報告に採用していることも問題視しました。楽団側は市が申し入れた和解金支払いの協議については応じる姿勢を示していて、今後市民や市議にも説明する場を設けたいとしています。